私はずっと母校で試合をしたいという夢を掲げていたんですけれども、大竹副学長のおかげで、はい、たくさんの皆様のご協力のおかげで今日夢を実現することができました。本当にありがとうございます。それではこの後ですね、プロレス教室というものを行いたいと思うんですけれども、プロレス教室初めてのドロップキックを、
いると思います。でも安心してください、福祉大は夢を見つけることができる場所です。夢に近づくことができる場所です。夢の選択肢を広げてくれる場所です。なので私は福祉大に入ってこうして母校で試合ができて、そしてたくさん負けてきたからこそ今日この場所で勝てて本当に本当にハッピーです。本当に福祉大に入って皆さんにこうやって出会えて、私にとって福祉大に入ったことは大きな大きな財産になりました。なので皆さん、これから今日のことを、福祉大に入ったことを肥やしにして未来に大きく大きく羽ばたいてください。今回このような場を設けてくださった大竹副学長、本当にありがとうございました。